大丈夫です。はい、再び録画されました。前の録画がちゃんとできてるかどうかは定かではありませんが、続けていきたいと思います。では、改めまして、玩具ドラマの音色、バリでのお土産ですね。こちら、見た目はカメさんみたいなんですよね。かわいいでしょ？これが、日本で買うのの、約半額以下？もうちょっとかな。かなりね、安く手に入れました。これちゃんとね、音階がついてるんですよ。ドレミファソラシドね、ちゃんと音階になってるんですね。だから、例えば、うさぎ追いし角山、こむらすりし角川、という感じでね、ちゃんと伴奏ができちゃうんですね。瞑想中もね、これ、なんか昔を懐かしく思い出すみたいなね、そんな音色ですよね。これもね、新兵器としてこれからどんどん使っていきたいと思ってます。楽しみにしていてください。次の、ワークは岐阜です。岐阜の方にね、お呼ばれ、しまして、もう4回目になりますけども、楽しみにしています。アナスタシアのね、アナスタシアジャパン代表の、岩佐さん、のお母さんの方ね、直子さん、元代表の岩佐直子さんに、出演いただきまして、スピリチュアルテレビで放送させていただきますので、今度また日曜日に、皆さんと、土曜日だったかな、日曜日だったかな、土曜日だ 土曜日の、お昼ですね、に臨時放送させていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。もうね、60過ぎていらっしゃるんですけども、もうちょっと上だったかな 見た目がとてもお若いので、年齢不詳の感じで、いらっしゃいますけども、直子さんに、いろいろお話を伺って、子育てのお話ですとかね、それからアナスタシアのお話、この宇宙的にね、地球環境もそうですし、宇宙の、進化に伴っていろいろと変化が起きてます。この間ね、行かせていただいたバリでも、今、皆さん避難してるそうですね。爆発火山が噴火しそうだということで、ニュースに、なってましたけどもね。ですので、今、地球の変容がどんどん進んできてます。そこが爆発すると、他のところもね、なんか、一緒に、あちこち起きそうですよね。地震も増えてきてます。いよいよね、変革の時が近づいてまいりましたという感じですけどもね。皆さんもその、上でいろいろ起きてきます。奥底にね、あったものが表面にこう現れてきたりとかしますので、そういうのを排出する働きですね。中に潜んできたものをどんどん表に出して循環していく、そういう、流れがやってきてます。そんな中でね、いかに味わっていくか、心の持ちようがね、試される時というかね、まあ楽しみな変容です。そしてその後に続く、天国の楽園のようなね、地球をこれから共に想像していきたいと思います。きっとドラマチックなね、展開になると思います。私のその胸のしこりとも合わせて 楽しみにしていきたいと思います。はい。では、一曲。何しようかな。なんて、なんか急に出てきちゃいました。朝なのにね。なんか、落日の思い。なんか、
なんでしょうね、この音はあんまりこう活発っていう感じの音じゃないんですよね。なんか昔を思い出す、そんな感じの音ですよね。音によっていろんな感情が引き出されますね。面白いですね。どんな夢を見ていきたいですか？コミュニティをね、作りたいなって昔から思ってたんですよ。あちこち今できてますよね。政府がね、まあ日本の国をどう変えていくのか、まあ、衆議院解散しますみたいなね形で安倍さんがいろいろとやってますけども、果たして民意が反映されているかどうか、なんか一部の人たちだけ、権力者の、思うようには、これからはならない、そういうふうに私は感じています。草の根的なね雑草根性じゃないですけども、みんなが従わなければそれは起こらないんですよね。戦争をビジネスとしてねやろうとしている動きがすごく今強くなっていると思います。そして言論がね、自由な言論が封じられてすごく統制下に置かれているようなね、そんな流れが強くなってきているように思います。そういう中でスピリチュアルテレビ、とてもね、大切なポジションいただいてると思うんですね。だからこの、機会を与えていただいている、それを大いに利用して、皆さんの声を組み上げて、皆さんと共に進んでいきたいと思います。そしてもっとね、そう、もっともっとっていう思想よりも、今をいかに楽しく生きるか、今が本当に充実してる、いろんな変化はあるけれど全部こう受け入れてイエスイエス、イエス様のようにイエスマンになる、イエスウーマンとして、いろいろ起きても OK、 これを味わおう、そういうね、今を、今ここを楽しめる、そういう、生き方をしていきたいなと思います。はい、なんやかんや言って、そうですね、1時間過ぎました。ここら辺でちょっとカードに移っていきたいと思います。では、皆さんとね、カード、ESP カードね、丸か、波か、四角か、バツか、星かっていうね、この5種類、これを当てる ESP カードゲーム、これをね、いつもやらせていただいてます。そして、書き込みをね、していただいて、私が送った意識が、きちっと受け取っていただけてるかどうか、そういうね、ゲーム感覚でね、楽しんでいきたいと思います。で、これもそうなんですが、なんか今、ビッともう一つ、なんか、カードね、同じカードでも、こちら、日本の信託カード1枚引いた方が良さそうなね、そんな、感じですので、今日のカードということでね、一枚引かせていただきます。いきますよ。はい。これが出ました。まっすぐな、鬼神様。こちらのメッセージを今日は読んでいきたいと思います。今日一日過ごすのに、サポートとなる。神様のメッセージとしてお伝えしたいと思います。鬼神様のページ58ページ、では皆さん、カードのメッセージ聞いてください。私は静かにノーという。本当に大切なものは何かを知っているから迷うことはない。他の人にもあなた自身にも心からの敬意を表しなさい。
自分自身と相手を尊重するとき、明確なノーが最も資源になるときがある。素直に生きるのだ。厳しさという名の優しさを知りなさい。テーマは、ノー、イナ、キという力。厳しさという名の優しさ、素直さです。場所、東京都新宿区。あ、私新宿区生まれ。すごいな。稲荷祈王神社。お稲荷様ね、ご縁あるんですよ。行こう。それから埼玉県比企郡、鬼神神社。鬼を鎮める神社ですね。今ね、鬼のように、こら何やっとるんかみたいな感じで、いい加減にせよみたいなね、そういう、鬼神様の怒りを鎮めるための、働き。両方ね、必要ですね。陰と陽、両方バランスよくあるといいと思います。で、脳も必要。こらとかね、否定的な要素も必要。もう、すべてを肯定的に捉えるっていうね、そういうやり方もありますが、いいことばっかりじゃありませんよね。それの作用、反作用じゃないけど、この世は両方があって、陰と陽があって、バランスが保たれているというね、そういう世界ですので、たまにはノーということを知りなさいというね、メッセージですね。鬼神様は人々の、災いを除き、福をもたらす鬼のエネルギー存在です。例えば、ナマハゲの伝承などにも現れているように、怠惰という災いが払われた後には福がやってくるのです。鬼神はマヤ、厄年の厄ですね。厄を恐ろしい形相で追い払いますが、それは存在の全体性の一つの側面の象徴なのです。鬼神は明確に自分にとっても相手にとっても何が必要かを知っています。曖昧さを許さない厳しさを持っているのです。例えば、人に何か頼まれ事をしたとき、無理をして引き受けたり、返事を先延ばししたり、相手を助けなければと願いを聞いたりする場合がありませんか？でもその行為を心から気持ちよくできない場合には、今一度自分の意図を確かめてください。心を鬼にしてという言葉があります。相手の資源になるためには何をすればいいのか、または自分の価値観に矛盾なく生きるためにどう生きればいいのかを感じてみましょう。そこではっきりとノーと言わなければならない状況なら、自分自身の内側に存在する明確な鬼神様のエネルギーと共振してみましょう。鬼神は決して妥協はしません。断ったことを気にしているなら心配は不要です。真に相手、あるいは自分自身の資源になると決めたとき、厳しさと優しさは両極にあるものではなく、同じエネルギーの違う表現です。相手を傷つけるのではという恐れや罪悪感はきれいさっぱりと払われているはずです。相手の耳に心地よくないかもしれないことを伝えるときは、素直に、シンプルに、私はこう感じると自分のメッセージとして伝えてください。回りくどさや言い訳はいりません。意図が明晰であれば、結果は意図した通りになるでしょう。というメッセージ。私自身にも本当に、そうですね、と、なんか素直にね、受け止められる、そういう、メッセージだと思います。皆さんも、ぜひ、ありがちなね、ノーと言える優しさ、厳しさを持ってください。ついついね、人に頼まれると嫌とは言えない。そういうところありますよね。あります、あります。忙しくてもね、ついなんか困ってる状態がわかるので、引き受けてしまう。で、自分の体調も試みずに、どんどんね、引き受けてしまうと、私のように忙しい日常になってしまいますので、相手にとっても、ね、ノーとね、言われた時の、まあ、なんでしょう、依存というかね、
まあ、必要なことは必要だと思いますけども、どうしても必要ならお願い、助けてって、宇宙にね、言ったら、ちゃんとそれに、応じて、ちゃんとね、答え返ってくると思います。ですけど、あんまりね、甘えさせすぎても、させすぎてもって失礼ですね。ごめんなさい。もしかしたら自立心というかね、自分でできることは自分に任せて、私はこれ以上はちょっと無理っていうことで断るっていう勇気をね、持っていきたいと思います。私自身がそれを学ばなくちゃいけないなと思います。はい。ということで、自分自身も相手も尊重する。まずは自分の内側が健やかでないと、その健やかさを増幅することができませんのでね、バランスを欠いてしまってはいけませんので、そこをね、注意しないといけないということで、ありがたく、このカード引かせていただきました。そして、こちらのね、カードに移っていきたいと思います。大丈夫ですね。はい。ふうこさん、ありがとう。アナスタシアの世界。アナスタシアジャパンの元代表、岩佐直子さんとね、コメントを入れて、その URL をね、書いてくださいました。ありがとう、ふうこさん、ではですね、こちら、こちらのカードをね、やっていきたいと思います。これ、長崎のアンデルセンのマスターがね、私に託してくださったカードです。で、今度11月にまたアンデルセン行くことになりました。何人かね、お申し込みもすでにいただいてますけども、まだもうちょっと余裕があるようですので、ぜひご一緒しましょう。で、テディさんともね、亡くなったテディさんと、行かせていただきまして、2回目の計画中にね、残念なことに昨年、亡くなられて、で、今度テディコンの2回目もね、12月に予定してますので、その時またね、私、講演させていただくことになりましたので、そこでもリアルにね、いろいろお話をさせていただこうと思いますが、アメリカでいただいたプレアデスの、イニシエーションのエネルギーですね、それも共有することもさせていただきたいと思いますし、宇宙からのエネルギーを受けて、ますますね、皆さんとバージョンアップした、地球を楽しんでいきたいと思いますので、またそのね、サポートとなる、癒しろ地でもある場所が、その長崎のアンデルセンなんですね。マスターのエネルギーもいただきながら、依存しない程度に自分の、エネルギーをね、調整するためにも、長崎のアンデルセン、ぜひご一緒しましょう。お申し込みお待ちしております。みんなの広場のホームページからお願いします。で、これいきたいと思います。ではいきますよ。5枚のうちから1枚引きます。はい。引きました。はい。このカード。しっかりと目に焼き付けます。さあ、これから皆さんにこの形をテレポートしたいと思います。はい。では、お伝えします。どうぞ、受け取ってください。はい。送れたと思います。受け取っていただきましたら、ぜひ、チャットの方に書き込みをお願いいたします。で、その間、まだね、届くまでの間、時間がかかりますので、その間はですね、ちょっと新しいゆうきんちゃんで一曲歌おうかな。
ララ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 。これ何だったっけ？武田の子守唄？あ、違うか。武田の子守唄ですよね。この子ような子は盆から咲きにゃって感じですよね。と歌ってるうちに、皆さんから来たかな。はい、ありがとうございます。ソフトさん1回目欲しい。あ、一般ピーポーさんも欲しい。フーコさんも欲しい。皆さん欲しい。欲しいと来てますね。さあ、果たしてじゃ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 ーん、じゃーん、欲しい。あー、嬉しい。なんか最初から星来てましたね。すごい、みんな。パチパチ。やんややんや。じゃあ、次行きましょう。どんどん行きましょう。5問正解になるといいな。行きますよ。では、これを弾きました。はい。今度はこれです。しっかりと目に焼き付けて、送ります。はい、送ります。はい、遅れたと思います。さあ、次は何でしょうか。送っていただく間に、もう一曲。次は、何の形でしょう。次も当たるといいな。だいたいここに届くのに、20秒から30秒ぐらいかかるようですね。ですので、受け取ったらすぐにね、チャットの方に書き込んでいただければと思います。さあ、どうかな？あ、間違えた。これじゃなくて、ちょっとボタンを間違えちゃった。あ、元に戻るにはどうしたらいいんだろう。あー、大変。みんなのチャットが見れない。うわー、ピンチ。管理パスワード入力のところを押しちゃった。元に戻すにはどうしたらいいのかな。困った、困った、困った。パスワードを入力しないとダメになってしまいました。すみません。皆さんのチャットが、見れない状態になってしまいました。これを、待ってくださいね。でもここで何とか、自分の力で何とかしなくちゃいけませんね。はい。自分の力で何とかしたいと思います。チャットが、下の方ですね。チャット画面。ユーストリーム、チャットを載せる方法、あ、下の方にいろいろありますね。チャット画面について、今読んでいきます。あ、大丈夫かな？これで来たかな？
あ、ずいぶん前のやつが書いてありますね。全然違うところにアクセスしちゃったようです。いやー、困ったー。表示の軽い掲示板をお使いくださいと書いてありますので、掲示板の方にね、移っていきます。そちらの方で、あ、載ってました。やったー。ありがとうございます。大丈夫だ。2回目。ふうこさん、三角。一般ピーポンさん、丸。ソフトさん、丸。他の方はどうかな？今参加してくださってるのは、3名ですね。では、どんどん行っちゃいたいと思います。わー、残念、外れー。四角でした。四角、四面の四角でした。気を取り直して3回目行きましょう。では、行きます。はい。あ、これですね。さあ、しっかりと目に焼き付けます。はい。では、送ります。はい。送れたと思います。では、受け取っていただいたら、書き込みの方、お願いいたします。出して、いかがなりますか？これね、できたばっかりとは思えないでしょ？なんかすごく音が定着してますよね。で、これ私5作目なんですよね。やっぱりね、作っていくと、数作っていくと、洗練されていくものがありますね。今回割とスムーズにできたんですよね。多分ね、制作ワークショップ来年になっちゃうと思いますけど、次回は。また、いろんなね、模様で作っていきたいと思います。ゆうきん。この音の並びも素敵でしょ？と言っているうちに、皆さんの、書き込みが聞いたかな？あれ？これはですね、ちょっと待ってくださいよ。あ、ちょっと見にくいな。これどうしたら見えやすくなるんだろうな。ぴゅっと。あら？これをちょっともう一度いきますね。この画面を半分にしないといけないのかな。はい。3回目ですね。まだ来てないかな。新規投稿。あ、3回目来ました。ソフトさん、星。一般ピーポーさん、星。ふうこさん、三角という形ですね。はい。また外れ！×です！十字でした！ごめんなさい！×あれ？うまくいきませんね。じゃあ4回目いきましょう。はい。気を取り直して4回目。はい。あ、これでした。はい。では、4回目、果たして何でしょうか。よーく、真剣に行きましょう。真剣に。しっかりと。はい、インプットしました。では、アウトプットいきますよ。はい、送ります。送れたと思います。受け取っていただけたら、チャットの方に書き込みをお願いします。
これ、この楽器はあれですね。歌を添えなくても、有金だけでだいぶ歌ってくれますよね。はい、という感じで4回目は果たしてどうでしょうか。まだ来ないかな。あ、もう来てますね。すごい。一般ピーポーさん、波。ふうこさん、丸。ソフトさんも、丸。4回目。丸が来てますけども。果たして。丸でした。よかった。どうだというね、ふうこさん。どうだと。どうだと言われて、こうでした。丸でした。正解です。おめでとうございます。そして、ソフトさんも正解です。おめでとうございます。さあ、最後です。最後当ててくださいね。当たるといいな。さあ、いきますね。じゃあ、これにしよう。はい。はい。最後。こちら。ぜひ当ててもらいたい。しっかりと目に焼き付けます。はい。では、送ります。はい。送れたと思います。受け取っていただけたら、チャット欄に書き込みをお願いします。どうでしょうか。届いてますか。あ、まだ届いてないな。あ、一般ピーポーさんは波できましたね、最後ね。あ、これ前のやつか。あ、前のやつだ。4回目ですね、これね。まだ届いてないようですね。もう一度更新します。あれれ？映像途切れてました。今音だけ聞こえてますって。あら、そうですか？それは、ごめんなさい。電波乱れてますかね。チャットの方はね、ふうこさんのコメントは届いてますけども、どうでしょうかね。あ、絵が映らないって書いてある。5回目、波。あ、さっきあっと言ったのがヒントになってしまった。あら、そう？波で合ってる？あ、映像が途切れちゃったですか。それは失礼しました。そろそろおしまいっていうことなのかな？最後ね、じゃあ、最後、波で、決まればよかったんですが、ごめんなさい！星でしたー映像映ってなかったらごめんなさい。星でーす。ということでね、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今絵が映ってないようで音声だけの放送になってしまってますね。スピリチュアルラジオという形で最後はなってしまいましたが、この変化を楽しみながら、また今日一日過ごしていただきたいと思います。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとう、友よ、あ
ということで、今日はこの辺で、終了させていただきたいと思います。またお会いできますこと楽しみにしています。それでは、さよなら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 。あれ、さよならなってないかな。